ギャリー・トゥ・ルードはアメリカの漫画家である。1960年代後半にセントポールスクールとイエール大学に通い、そこで彼の代表作となる日韓の漫画、ドゥーンズベリーを始めた。ドゥーンズベリーは世界中でおよそ1400詩の新聞に配信されている。1975年、彼は漫画家として最初のピューリッツァー賞を エディトリアルカートニングで得た。このことは議論を読んだが、その理由はこの賞は伝統的にエディトリアルページカートニスッツに与えられるものだったからだ。彼はまた、ドゥーンズベリースペシャルで、ジョン・ハブリーとフェイス・ハブリーと共にアニメショートフィルム部門でのアカデミー賞を受賞した。彼は1993年にアメリカ芸術科学協会の会員になった。同業の漫画家で、 ノンセックイーターで有名なワイリー・ミラーは、トゥルードを過去25年間で群を抜いて影響力のあった漫画家と評している。ドゥーンズベリーに加えて、彼はラップマスター、ロニーのような演劇の脚本も執筆している。1988年には、ロバート・アルトマン監督で、タナー88がケーブルテレビ局 HBO で放映された。 彼はジャーナリストのジェーン・ポーリーと1980年に結婚した。また彼は元カナダ首相のピエール・トルドーの遠い親戚でもある。彼は個人的なプロフィールをあまり公開していない。ありがとうございます。